はいどうも皆さん、ごきげんよう、セブンと申します。それではね、モンスターハンターライズやっていきましょう。さあ、前回ラスボスを倒したのでね、もう今やることないかなって思いきや、里クエストがまだ残ってたんですわというわけでこれやってこう。まあでもさすがにね、上位が終わってこれ下位なんで、あっちゅう間だとは思います。で一応ストーリーがなんか途中なんだよね。でなんかこれクリアすることによって何かあるかなっていうのもちょっと見てみるっていうのが一個ねあります。あとまあ片手剣をちょっと使ってみようっていうお試し片手剣、あの麻痺のね片手剣、あの猫ちゃんの何にニャンニャン棒みたいな、おっとなんだ、おとがえりの泥遊び、千代鶴は憤怒の沖縄、さあオロミドロ、さあ一応怪異なのでそんなガチガチの装備でもあれかなと思って、一応 上位の装備ではあるんですけど、麻痺がめっちゃ強い、この何にゃんにゃん棒あにゃんにゃん棒って名前なんだ、うん、猫パンチの最終強化、にゃーにゃんにゃんにゃんにゃーお頭のお言葉よりもう意味が分かりません、わけが分かりません。で麻痺属性強化をつけて、あの最強の麻痺武器にしてます。で多分ね面白いぐらい麻痺するんで、ちょっとそれで遊んでみようかなみたいな、そんな感じだな。オロミドロと戦うっていうより、でオロミドロね強いです、正直めちゃめちゃ強いんで、まあ、油断せずにいこうかなっていう、まあ、手塚部長スタイルでそうやっていく。てかあれだ、サブキャンプから飛んだ方が早かったわ。まあいいや、このね人玉取りをね手に入れる過程とかも見てくださいこれ結構手に入れると能力値上がるんでね、結構奥にいるなで片手剣かちょっと使ってみた感じ別に弱くはないな。なんかネットで調べたらぶっちぎりで弱いらしい他の武器と比べて、うん、ただ別にそんな弱いイメージはないけどね、別にちゃんと、よしよしよし、オロミドロは強い本当に正直鬱陶しい。よしよし、マヒル尻尾を切りたいのよ。よしよしよし、尻尾狙っていこう。ダストラッシュ、ジャストラッシュ、当たってるこれ当たってねえな。なんだ、おいしょ、オッケーオッケー、もう一回マヒレ、もう一回マヒレ、ちなみにお供もねマヒ武器背負ってるんで、もうすぐマヒいっちゃうよ。おいしょおいしょ、ない湯船に浸かるの何なんだよ、もう完全にガチガチの地面だぞお前ここ。よしよしよし、あーうぜ、よしよしよし、なんだなんだ、オロミドル1回しか戦ったことないからまだわからない、ほぼ初見みたいな感じ。なんだ、うわ怖い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 、嫌だ嫌だ、回復性能がついてるんでね、今みたいに
ちょちょいと避けられちゃう。よしよしよし、しっぽしっぽ、麻痺すごいな。ジャストラッシュ、おいおいおい、難しい、ジャストラッシュ。オッケーオッケー、さすがに回復やから縛っていくか回なんでね。よしよしよし、クルルヤックと会合を果たしてる。うまくお互いの攻撃がお互いに当たってくれると嬉しいけど、よしよしよし、帰るな帰るな投入したいんじゃこっちは。あーもう厄介、切れ味が悪い、切れ味が悪いってか下がっちゃった。もう目の前で研ぐもんね、完全に油断してます。あっ、オッケーオッケー、なんなのこの尻尾が丸まった状態。おい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 、あ、避けられないか。いや当たらないあ、なんだなんだそれ、すげえ麻痺るじゃん。はい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 、ちょ待って、全然ジャストラッシュできない。オッケーオッケー、さすがに回復縛りはやりすぎたか、そんな慣れてないのに。あ、待って、死ぬ。あ、大丈夫大丈夫、回復薬縛ってるだけなんでね、こういうのは使っていくよよしよし、あ、ちょっと泥玉これももらってこう。いい感じだ、攻撃に備えろ。あ、どこ、そう、壁作るんだよなこいつ。はい、ちょっと待って、抜け出せない抜け出せないよしよしよし、いやもうもう3回麻痺にしたからね、すごいよね。 あやべちょっとやべやべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ、回復回復、よしよしよし、いやもう厄介だなマジで、もう弱点じゃないし、逃がしゃしねえよ逃がしゃしねえよ、覚悟しな。さあ覚悟しな、あ、誰かと戦ってる、ジンオーガさん、ジンオーガじゃねえや、ナルガクルガさん。オッケーオッケー、ソウリュウ、ソウリュウ行くぜ、おい、オッケーオッケー、強い強い、武器の攻撃力がねそんなないので、これは重宝する。はい、総領技、はい、オッケー、完璧です。オッケーオッケー、いいんじゃないですか、おーしよし、避けていく、なんだなんだなんだ、このなんか泥ダメージ受けるんだよな、あー危ない、ありがとうよ、やっぱ死ぬなもう一回麻痺ってくれるか、やっぱ死ぬって、やべやべ、あ、どうしようどうしよう回復する手段がね、ちょっと、瞬き玉強化これでお供が強くなって回復シャボン使ってくれると嬉しいな。怖っ、よし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 、
この V 破壊でダウンが取れましたね。で、これが強いのよ今のが鉄柱仕業だっけ。さあそろそろ倒れてくれると嬉しいが、もう火事場状態いやーきつい。やっぱ回復できないと難しいな。あ、でももう弱ってるし。うわ、いけたじゃん。じゃあ諦めてたまるか。あ、やっぱりあれだな、だいぶ攻撃力低い武器選んできてるけど、まあ里食えってのもあるのか。ボロミドル厄介だな。でもう捕まえちゃおう。落とし穴って効くのかな。使ってみるか、落とし穴。なんか効かなそうめっちゃ無効化されそうじゃない。来い。罠を設置した。あ、はい。じゃあしびれ穴で捕まえます。この逃げないな、ここから。一気に叩くぜ。はいはい。尻尾切れなかった尻尾欲しかったんだけど君の。でもなんか V 破壊はできてるっぽくない？どうなんだろう。攻撃が足んなかったか。いい狩りだったぜ。いいね、このニャンニャン棒結構ね、麻痺が、何回入った？ 3 回か4回か入ったよね。いいね、おすすめです。おすすめってほどじゃないな。あ、激鈴来た。やった。尻尾は？尻尾はない尻尾ないか、そっか。了解でございます。オッケー、よしよしよし、よくぞオロミドロを狩猟したな。さすがは、タケキ炎よ。日の湯から星6のクエストが受注できるようになっているぞ。挑んでみてくれ。そういえば五国殿やミノトがいる集会場のクエストを受けているか。何を見てたんだ。俺は受けてたじゃないか。ハンターランクに応じてより難易度の高いクエストが受けられるぞ。お前の腕前があればさらなる高みが目指せるだろう。さあ行くがよい、タケキ炎よ。というわけで、さあお見事と言われてますね。緊急クエストお疲れ様です。なんかこれどう読むんだろう。まあオロミドロを狩猟するなんて、この日の絵も自分のことのように誇らしく感じます。さて佐藤さんからお聞きの通り、星6のクエストが開放されました。はい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 、なるほどなるほど。さあ、うわ、めちゃめちゃ開放された。なるほど。でこれで里食えが終わりだということですね。オッケー。何か新しい何かがあるわけではないとそっか、残念。まあでもね、にゃんにゃん棒ね、結構面白い武器なんで。まあでもどうなんだろう集会所で行くにはちょっと弱いかな。一人で遊ぶ分にはね、結構楽しいですよ。麻痺いっぱいできて、何かあっても友達とやる分にはね、全然こういうの担いでってもいいのかなって思います。よければね、よし、じゃあ、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。